はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。さあ、今回はイグニスガチャが今日で最終日ですね。9月の4日なんですけども、イグニスね、回ってますね。やっぱり一番下で5250ポイントなんで、僕今現在4400ポイントでランキングが54位なんですよね。まあこれやったらね、ランキングまあ狙わん方がいいかなと思って、まあ最低でも、まあ10回ぐらいはね回さなあかんから、例えば10回回したとしたら6800ダイヤかかって、で30位の破片報酬が、星3プラス10枚なんで、まあ80枚ですよね。なんで結構コストに見合わんなと思って、まあ今回は多分ね、僕ランキング狙わないですね。やっぱそう考えたら神引きしてる方が絶対いいよね。まあランキング狙おうかなとも思ってたんですけど、この中途半端なね44回やと狙いにくいんで、まあ今回はねおとなしくしてようと思ってます。でイグニスの育成状況はですね、星6の消耗までは上げてます。で戦闘力も122万までね、伸ばしました。ネスツ、改造ね、これで昨日まで来てたあのラッキーパックのイベントで赤機能をね2個取ったんですよ。技型の赤機能を2個取って、この5番と3番やったかなが出てきて、でさらになんかアイテムで何やったかな、あの多分ね勝敗マッチのやつかな、勝敗マッチのアイテムでネスツ改造のガチャ券にね全部変えたんですよね。そしたら、60連か70連ぐらい、溜まったんで、でそれを全部、ガチャにぶっぱしたところ、このねこのネス改造ガチャにぶっぱしたところ、技型のね赤機能もう一個出てきたんですよね。これ一番ですけど、なんで機能だけで合計3つねこれ、赤機能取れたんで、まあ、そのおかげでだいぶねイグニスの戦闘力を、上げることができました。まあでも消耗開けてからね本当に安定しててめちゃめちゃ硬いよね。やっぱ消耗がねものすごい強いんですけど、これほんまにマックスね、チェーンブレードがめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、ほんまにね、ド安定っていう感じ、もう前列でめちゃめちゃガチガチなんで、まあ、今後もね、前列運用していこうかなと思ってます。で血脈は結構迷ったんですけど、武器がない今の段階やったら、僕第一つけてます。で武器着てからね変えようかなとも思ってるけど、割とね第一でもいいかなっていう感じも、してるんですよね。やっぱり前列でガチガチやったらそれだけね後ろのキャラ守ってくれますから、後列の味方ね守ってくれるんで、まあ、硬い方がいいかなとか思って今は第一ねつけてます。で武器が来たら固定ダメージも乗ってくるんで、まあ、血脈に倒らんかってもしっかり追撃でダメージもね取っていけるかなと思って、まあ、今のところはこの第一でね行こうかなと思ってます。まあ、イグニスのでもね血脈に関しては、まあ、そんなにねこだわりはないというか、まあ、好きなやつでいいんじゃないかなってね、まあ、画廊とかもいいと思うし、まあ、それこそクリティカル上げるやつもね、神の怒りとか、もいいと思うし、まあ、ほんまに、各自好きなように血脈ねつけていいんじゃないかって、そんな風にも思ってます。あとはスキル継承っすよね。次のアップデートで多分来ると思うんですけど、スキル継承がね、何になるかすごい気になりますね。僕はまあ星7にはねするつもりですね。万能破片も、消耗まで開けましたけど、まだ1060枚残ってるんで、イグニスはもう1年ぐらい使えるキャラだと思うんで、星7にはします。で編成なんですけども、とりあえずね今は再起を戻してはいるんですが、やっぱりね命縁を吸収されるのと、まあ、無限復活の効果でこのイグニスの人力をねどんどん増やしていくっていう効果があるから、やっぱりね再起を、できればね復活しないキャラに変えていきたいっていうね、感じで、踏ん張りでやっぱ強いキャラがいいですよね。で今後ね、まあ、もちろんこの再起を変えていく方針ではいるんですが、まあ、中華で今出てて日本で来てないキャラってチョイとククリで LR のマリーでガトーダイモン、この5キャラがいるんですけども、まあ、僕はね一応ガトーがね気になっていて、中華では結構ね強そうな感じもしてるし、まあ、僕自身ガトーが好きなんで、まあ、今後このやっぱ再起をねガトーにするっていうのが、まあ、僕にとっては一番、いいかなっていうね、しっくりくるかなと思ってます。でもちろんマリーもね防御型でめちゃめちゃ硬いんで、まあ、もしくはこの再起をマリーにした後にオルクレオガトーとかね、まあ、そういう感じでも考えてるんで、まあ、とりあえず今はね再起は入れてるんですけど、まあ、しっくりは来てないかな。やっぱりこのイグニスにとってのアンチキャラっていうので、まあ、しっくりは来ないんですけど、まあ、チャンコーハンは入れているよりも再起の方が活躍はできるんで、
まあ、とりあえず今この編成でね、行こうかなと思ってます。って感じでイグニスをね、筆頭に編成ね、考えていきたいですね。では最後アリーナ一発行って終わりましょうか。で今日ね、南大さんに落とされてるんですよね。南大さんほんまね、強なってるわこれ。南大さんはアンヘルがいるんですけど、まあ、前も言ったようにイグニス来てからこのアンヘルの活躍がね、非常に目立っていて、まあほんまにね強い。この長期戦になればなるほどアンヘルの反撃が効いてくるんで、まあそれでやられたっていう感じなんですけど、ぜひね、今回はこの南大さんにリベンジ行こうと思います。でメンバーがギース、バース、サイキ、ゲーニッツ、イグニス、アンヘル、ストライカーが UR ギースとオメガルガールとナイトメアギースね。で戦闘力も先制値も買ってるし、イグニスの星の数も、僕消耗まで開けてて、南大さんは9問なので星5のね9問までなんで、まあ、これはね負けられないですよね。なんで、ぜひねリベンジ行って終わりましょうか。さあでは南大さんに一発限りでリベンジ行かせてもらいます。まあ、返り討ちにされる可能性も全然あるんでね。さあ見ていきますか。まあ、南大さんもねほんまに強いからな。ギースがねとにかく強くて、全国でも多分ね10位以内に入ってるんで、南大さんのギースめちゃめちゃ戦闘力高いんでね、まあ、ギースが好きでめちゃめちゃ育ててる方なんですけどね。さあ先制はね僕取ってますよ。エリザベート打っていく。サイキいいね。サイキやっぱこの2発打ったりするから、やっぱ火力要因としてはね非常に未だに役立ってくれてますね。ただし命縁がきついんで、このサイキはやっぱ火力を出せない方、まあ、もちろん S マックスとか開けてない方ねとかは結構おすすめはできないかな。入れてやっぱり命縁吸収されるし、まあ、僕は火力要因としてほんまに割り切って入れてるだけなんで、結果的にはねそのチャン後半には役に立ってるんですけど、結構きついね。やっぱ命縁吸収されたり人力を増やしたり してしまうんで、まあ、そういう意味では結構きつさも感じてるんでね、まあ、もちろんメリットもあるんですけどデメリットもあるっていうね、そんな感じで再起を使ってますが、さあここはもう再起は倒してますね。南大さんの南大さんのやっぱ再起倒した効果によってこっちのイグニスも人力増えてますからね。ナイトメアギースが出てくる。デッドリーレーブね、デッドリー打って再起が打って、これギース反撃使ってまうな。さあライゴーレプーケンで反撃していくが、再起はワンパンできない。イグニスケイオス、オメガルガール来た。アンヘルがこれ来るんよね。レアルレーブからのイグニス追撃来るね。追撃のケイオスタイド。さあ来た、南大さんのギースが恐ろしい。ほんまね、南大さんのギースめちゃめちゃ火力出すからね、めちゃめちゃダメージ取っていく。サイキじゃない、名前忘れた、バースね。バースも必殺打ってゲーニッツも打っていく。バースもね非常に命縁がやっぱ効かなくなってくると倒しづらくなってきてるんで、まあ、その辺もねやっぱイグニスによって大きく変わってきますよね。だイグニス来たことによって基本的にやっぱ命縁によってやられてたキャラが今度やられにくくなってますから、バースもそのうちの一人ですよね。さあケイオスタイドノーブルブラウン打っていく。あオルクリが打てないから、でもゲーニッツが打てるから打てるね。ケイオスタイドギースいきます。さあギースでレイジングストーム。この南大さんのギースの反撃にもよるんかな。あやばいな、これオルクリ反撃されるわ。これ反撃によってこっちのオルクリがやられますから、これにも関わってくるんですよね。これあ、危ねえ、クリティカル出んかった、危ない。クリティカルが出なかったのでワンパン防ぎましたね。なんとか耐えた。さあここはあとはやっぱアンヘルですね。アンヘルを、なんかやられたし、オロクリやられた。これアンヘルやな絶対。これが強いんですよね、アンヘルの。これによってやっぱりこうやってどんどんやられてしまいますからね、崩壊によって。さあギース打ってくるが、ギースに対して反撃していく。バースグラッジディメンション、ゲニも来ますよね。ゲニは息吹長屋はゲーニツに来た。そろそろ僕のイグニスは踏ん張り使ったね、今ここで初めて踏ん張り使った。これで一発目ですからね。黄金に輝いてます、体が黄金化して、ここは、ラルフストライカー出てくる。オロクリ打てるかなこれ。あーオロクリはなんとか打てそうか、打てますね。ケイオスタイド、まあ、さっさとこのアンヘルをね踏ん張り使わさないやばいんですよね。ほんまにこのアンヘルが前列でめちゃめちゃ硬くて、踏ん張りを早いこと使わせていかないと結構厳しい状況になってくるんで、まあ、自利品になってくると負けるんでね。さあ反撃きた、息吹長よ。息吹打ってからのオロクリスね。さなぎ破り超甘う。
あー、アンヘルがまだ倒せないな、これ。アンヘルは今んとこ、踏ん張りは使ったんかな。これ反撃によって怒りダウンもあるからね、アンヘル。まあ、それも強いし、ほんまに。これ、啓蒙がだから、多分次の週ですよね。来週のアップデートでアンヘルの啓蒙来ると思うけど、まあ、どういう感じになっていくのか非常にね、気になりますよね。じゃあ、サイキからのケイオスタイド。マックス、レアルレイブ。サイキはやられますね。うん、追撃も来る。まあ、エリザベートが何台さんいないから、まあ、そこでもやっぱね、しっかりこう、僕は有利取ってると思うんで、しっかりね、反撃していきたいところ。さあ、ギース、レプーケン。グラッジディメンションは、エリザベートね。バースも硬いな、これ、ほんま。バースも硬いっすよ。まあ、でも、イグニスの硬さがほんまに異常やな、これ。まあ、消耗でね、ド安定っすよね。これ、ゲージや、あ、反撃、え、またこれ。ターン終了時に反撃ってどういうことや。アテナストライカー出てきた。これ、撃たれへんのちゃうか。うわー、イグニス、効率溜まってない、こっちの。効率のゲージが全然溜まってない。うわー、やばいな、これ。こういうパターンになることがあるんですよ。これ、アンヘルの効果なんですよね。アンヘルが反撃によって怒りダウンしてくるから、効率が怒り溜まらんとかあるんですよね。それが非常に痛いな。さあ、ここでしっかり、あー、ギースがやられた、ほら。いました、今、崩壊によって。HP 満タンやったんですけど、やられましたよ。これが非常に強い。さあ、レアルデイブ。これやばいぞ。展開的にも非常にやばいね。アンヘルの踏ん張りを使わせていかないと、どんどん。早いことアンヘル倒したらいけるんですけどね。グラッジディメンションはエリザベートに来た。まあ、このエリザとイグニスはガチガチなんで、まだまだ耐えれるんですけど、結局この後列の、ギースとかオルクリがどんどんやられていくと、やばいんですよね。そうなってくると、もう自利品で負けますから、早いこと、やられる前にやらなあかんんですよね。さっきのターン必殺打ててないのがめちゃめちゃ痛いな。それがこの試合にどんどん影響していきますからね。ケンスストライカー出てきた。サイキ打ちます。サイキ S マックス、おー出た、サイキ2連発。さあ、これが強い。やっぱりケイオスタイド、ノーブルブラウン。ノーブルでギースはまだ倒されへんかな。ギース硬いな。追撃ケイオス。追撃もね、これランダムなんで、やっぱりアンヘルとかギースに追撃してほしいね。さあ、あー反撃来たわ、これマジで。反撃が強い、ほんまに。しかもアンヘルなんかめちゃめちゃ硬いよね。やっぱあのパッシブなら必殺の効果かな。ダメージ軽減とかありますもんね。オロクリでギース倒した。ただしアンヘルは反撃きますね。これもう困惑も入れていく。やばいって、アンヘル暴れすぎ、マジで。アンヘルの暴れっぷりが半端ないな。あ、ゲニ倒したかな。ゲニは倒してそうか。ゲニ倒しましたが、ギースが復活ですね。さあ、レイジングストームからのナイトメア。ナイトメアによって、こっちのギースがでかくなったけど、これでも踏ん張り使いそうやな。ケイオスタイド、ドカーン。マックス、来た、レアルレイブで、ギースが踏ん張りましたよ。追撃も来た。ケイオス。さあ、来たよ、エースマックス、レイジング。この、バースもね、ほんまに高烈でしぶといな。バースはでも、あの金庫さえ入らなければ特にそんなにダメージは取ってこないんで、まあ、あのいるだけ壁になるっていう感じですけどね。まあ、とにかくアンヘルやな。何台さんを攻略するにはとにかくアンヘルですね。アンヘルをさっさと倒さない。やばい。ほんでこのターンもこれオルクリー打てない可能性もあるからな。どうかな。オルクリー、あ、これは打てそうか。これはゲニのおかげで打てる感じもするね。ゲニが追撃か。これは追撃打っていく。やっぱゲニ優秀やな。これゲニがいないとオルクリ打てないからね。このターンはゲニが上げてくれるんで打てるけど、ん、これはあー、アンヘル出たよ。アンヘルが出て、反撃して、さあゲニ2長代でオルクリをターン。オルクをサイキも溜まった。サイキも溜めていく。さあオルクリ来た。オルクリでギースを倒しましたね。ただしアンヘルは反撃いきますよ。これマジでこの反撃強い。ただし南大さんの、スーパーアタッカーギースを倒したで、イグニスは 4、うわー崩壊。ちょっと待ってくれ。崩壊でまたギースやられたわ。うわーマジで崩壊強いわ。南大さんのイグニスは残り4ですね。あれね、人力の数が残り4。僕のイグニスは7個、今での6個かな。今の効果で6個になったけど、てかオロクリやられたね。これはやばいぞ。ギースもオロクリもいないからアタッカーがいない。ここはもう長期戦になりますね。
これは僕の言っていた通り、アンヘルがこの長期戦になってくると、やっぱ強いんで、どうやって攻略していくかな。さあ、件数ストライカー、このイグニスの踏ん張りを早く使わせれば全然チャンスはある。再起、ノーブルグラウン打っていく。ここでサイコソルジャーチームが参戦してますね。僕のストライカーの、アテナと件数が両方同時に参戦してます。さあ、これゲーニッツ打って、これでイグニスの、人力は残り2まで下げて、使わしてますよ。再起、おいいね、状態上入れていく。さあ、件数はこれこれ参戦してから結構役に立つ。ただしこのターンで反撃きますね。 S マックス件数耐えてほしいな。きたー、ナイトメアか、びっくりした。ナイトメアがストライカー出てきて、グラッジディメンション、これ金庫入るんじゃないかな。金庫は、はい、入らない。追撃きたよ。追撃はどこに来る、再起に来る。アンヘルは打ってこないな。アンヘル打たなかった、アンヘル打たなかったので、件数耐えれそうか。いいね。やっぱこの参戦してから、ストライカーですけど、参戦してから、この長期戦になってくると役に立つんで、まあそういう意味ではね、やっぱりストライカー育ててる方が絶対いいなと思って、まあどんどんこの件数とかアテナもね、育てていこうと思ってます。まあ、いずれか星7にしたいですよね。最強サイコソルジャー行け。いいね。サイコソルジャーが輝いている。さあ、ゲーニッツ、息吹ながら打って、そろそろイグニスは力尽きるか。さすがに力尽きそう。おお、ケンスいいよ。ほら、ケンスがしっかりダメージ取っていく。ただし攻撃型なんで反撃きますね。アンヘルの反撃、もうイグニスは力尽きそう。残り1個っすよ、人力。これで残り0っすよね。さあ、イグニスの人力を0まで削り切って、あとは長期戦に備えて、踏ん張っていくだけ。レアルレイブは再起にいた。ケイオスタイド、エリザベートは盾が強い。オメガルガール出てきたね。グラッジディメンション、これは金庫入りそう。入りましたね。イグニスは金庫入るけど、人力が5残ってるんで、これはもう長期戦になっていけば結構有利な感じもする。再起が打てるんでね。再起が打って、ここはノーブルブラン、ノーブル打つんですけど、ゲニが金庫になっている。しかし、おーっと倒した、イグニスを。イグニス強敵を倒した。さあ、この長期戦を制することができるのか。再起、やばい、件数がやられてしまう。レアルレイブ、イグニスの人力が、僕の人力もどんどん減っていくよ。ここでもゲーニッツ生きてるのがでかいね。ゲニはやっぱ踏ん張りじゃない、ダメージカットがあるから、多分ナンダイさんのこのメンバーとゲニを倒すことができないんで、やっぱりその分、僕がかなり有利な感じもする。さあ、再起打って2連発。再起、やっぱりさすがのアタッカー。ケイオスタイド打ってからノーブルブラン。さあ、ノーブルの後に追撃系をつけますね。追撃でアンヘルにぶっ破していく。いいね、イグニス。これ武器やったらほんまに偉いことになるよ。固定ダメージが上がるからね。さあ、参戦したアテナも頑張っている。イブキ長代は現一。長代でアンヘルを削れるか。おっと、ここに来てやっと倒した。10ターンでやったアンヘル。なんや、アンヘルなんやそれ、復活。オメガルガール、オメガルガール、忘れてたわ。やっと倒した思ったコレスは。やっと10ターンで、アンヘルを倒したと思ったら、オメガルガールによって復活。めちゃめちゃ長い戦いになってますね。必殺誰も打てない。マジか。必殺誰も打てないが、これエリザベートは踏ん張りあるんかな。レアルレーブ来た。僕のエリザは多分もう一回踏ん張り残してると思うので、このエリザは多分大丈夫ですね。これもバースがやらしいわ、ほんま。金庫。しかしエリザが硬すぎて踏ん張りも使わない。お、サイキが復活してサイキ打ちます。おお、サイキ2連発、これは強い。サイキ2連発からのケイオスで、エリザベートね、打って追撃のケイオス。これはもうアンヘルをさっさと倒したいね。ここはこういう時に前列に打ってくれたらいいんですけどね、なかなかうまくいかない。さあ、テナストライカー、めちゃめちゃ試合は長い。これもう10分以上経ってるんちゃうかな。ちょっと僕は喋ってるからね、どれぐらい時間経ってるかあんまりわからないんですけど、10ターンもいけばでも10分ぐらい経つよね。アンヘル叩いて、あ、倒した。アンヘル、あー、バースも倒した。命縁で倒したんかな。まあ、ここに来て命縁がしっかり効いてきますね。まあ、イグニスがいないからもう吸収できないってことやもんね。最後はアテナストライカー。あ、もう一回復活するか。これは最高メドレー。さあ、サイキは最後まで生きている。イグニスが来てもなお最後まで生きてる。サイキ無限復活強いね。やっぱケイオスタイドでドキューン。
いや、しかしバトルが長いね。今確認してみたら14分も戦ってたよ。めちゃめちゃ長い。まあ、ほんまにイグニス来てから余計にね、この踏ん張り環境がまた戻ってきてるんで、まあ、今後はね、長期戦にもなっていくっすよね。まあ、バトルスピード、今思ったら上がってよかったね。2.0 じゃないと、もう20分近く多分戦ってることになるんで、まあ、バトルスピード上がってくれてほんまにね、よかったなって思います。まあ、なんとかね、今回は南大さんにリベンジができました。南大さんね、いつも対戦ありがとうございます。またね、いつでも対戦お待ちしております。では、今回はこんな感じで終わります。イグニスガチャは今日の9時半までなんで、まだ取ってない方はね、ぜひ、僕はおすすめできるキャラなんで、ぜひ考えてみてもいいんじゃないでしょうか。では、ご視聴ありがとうございました。